ちょっと待って、これは予想外。画質が綺麗になってる。しかも演出が増えてるじゃないですか。皆さんこんにちは。見方を変える、世界が変わる、カエル VR です。このチャンネルではファミコン世代のおじさんがオキラスクエストを中心としたバーチャルリアリティ体験を実況を交えながらご紹介していきます。今回は久しぶりにアプリを立ち上げたらアップデートされていて、これはすごいと驚いてしまったゲーム4選をご紹介していきたいと思います。まず一番最初はエピックローラーコースター。4つのコースは無料で遊ぶことができ、他のコースを楽しむには追加のアドオン課金が必要になっています。この TX キングダムは驚きの迫力。なんと4つの無料コースでも全てアップデート。今見ているシークレットカーブのコースでも水の表現やコースターの音、海の生き物が増え、神秘的な世界観が増しました。だいぶ前にご紹介させていただいたことがありますが、見比べると結構変わっている印象です。いやー、これはびっくり。 VR 酔いもより少なくなったような。僕が慣れたせいですかね。ちなみに無料版でも4つのコースを入れるとストレージ容量が2ギガを超えるので、アドオン課金する場合は空き容量をチェックしておく必要がありそうです。いやー、目が回りそうだけど綺麗。次はロックフォールズ。うわ、すごい迫力。高い高い。あー、ちょっと待って。あー、危ない、危ない。うわー、びっくりした。あー、次はトロピカルアイランド。わー、海が綺麗だな。おっと、これも高いぞー。危ない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 。あー、回るぞ。あー、回った。あー、危ない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 。たまにこういったシューターもやりたくなるんですよね。クリックボタンを押すと速度が遅くなります。もしアプリをインストールされている方は久しぶりにやってみてはいかがでしょうか。 VR に慣れてきた方はより楽しめると思います。次はウォークアバウトミニゴルフ。なんと8つ目のコースが登場。新しいロケーションは気泡でバレー。絶壁にそびえ立つ風車が風に吹かれてくるくると回っています。この強風を利用してうまくカップインを目指しましょう。今回のコースも癒されますね。花びらが舞い、流れる水の音、青い海と青い空、ゆっくりのんびりと楽しんでいきましょう。惜しかった。あ、入った、ホールインワン、やった。ローラーを上に持ち上げ、スティックボタンを傾け、ブルッと震えて大空へ。これが気持ちいいんですよね。うわー、高い高い。隙間を駆け抜けるスピード感。
3つ目、ブラストン。1対1の銃撃戦 VR ゲーム。アップデートが活発なアプリです。購入してからしばらくやってないなと思う方は、アプリを起動して、いろいろパワーアップしていることに驚かされると思います。今回新しく、クイックドローというモードが追加されました。より現実的なカウボーイの決闘を表現したようなモードになっています。盾はなく、素早く撃って避ける、撃つタイミングもポイントになりそうです。それでは試合の様子を見ていきたいと思います。マルチで対戦相手が見つからない場合は、コンピューターとの戦いになるようです。風がピューピュー吹く、砂漠地帯、サボテンが見られます。あれ結構遠いですね。遠距離戦で武器を投げても相手にぶつけることはできません。すごい緊張感。5回当てた方が勝ちみたいです。銃はどっから出てくる？あらー、ストレート負け。ワンラウンドは負けてしまいました。次はツーラウンドへ。よーし、次は勝つぞ。少しだったのに。乾杯。避けるのが難しいですね。ありがとうございました。そして次の試合へ。あれ、避けるのうまいな。ちょっと届かない。部屋が狭いと壁の向こう側になって届かない。やっぱり VR をやってるとひどい部屋が欲しくなりますね。また負けた。悔しい。ありがとうございました。4つ目、キュービズム。空間に浮かぶ枠の中にブロックをはめ込み、形を完成させる VR パズルゲームです。今回新たにボリューム2として30個のパズルが追加されました。今までのボリューム1のパズルは60個。ボリューム2に進むには、ボリューム1で60個の半分、30個のパズルを解いておかないと進むことはできません。ここではまだボリューム1のパズルをチャレンジ中。ボリューム1、30個のパズルをクリアすることができました。ボリューム2解放。これで合計90個のパズルを楽しむことができます。すべて解いていた方は、また楽しみが増えましたね。いかがでしたでしょうか。今回ご紹介させていただいたアプリ以外にもアップデートされているゲームがたくさん。遊ぶのが追いついていません。さらに新しいアプリもどんどん増えていっています。いやー、これは困りました。皆さんはいかがでしょうか。今後リアル VR フィッシングの大型アップデートも控えています。そして期待のバイオハザード4もオキュラスクエスト2独占タイトルとしてやってきます。あー、悩ましい。今回の動画が良かったよ、参考になったよということでしたら、高評価、チャンネル登録をお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。